本当ようやくね。この冬からその課題に持って取り組んできたところをちょっといくつか教えてください。社会人になりましたが、改めて今の心境っていうのはいかがですか？特に何も今までと変わらずですけど、あでも、はい、せっかく社会人になったので気を引き締めて競技頑張りたいなというふうに思ってます。まあ、学生時代も競技と両道でやってらっしゃったと思うんですけれども、まあ、基本競技に集中できるっていうこの環境を作ってもらえたっていうところに関しては村田選手どういうふうに思ってらっしゃいますか？あもう本当にありがたいと言いますか、もう本当に今まで以上に競技に打ち込める環境で、まあ、続きさせてもらえることになったので、まあ、その恩恵というか感謝を忘れず頑張りたいと思います。午前中には社長さんからのご挨拶もあったと思うんですけれども、どんな声をかけられたかって覚えてらっしゃいますか？朝一発目から その社長さんだったので結構緊張しちゃって、ちょっともう半分ぐらい覚えてないんですけど、でもその今月末の試合のこととかその聞かれたりしたので、まあ、その頑張りますという旨は伝えたつもりです。なんかそういう、なんていうんですか、イベントじゃないですけど社長さんに会ったりとかっていうところで改めてその社会人になったなっていうふうに感じる部分でもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なかなか直接社長さんと会う機会も、ね、ないですよねまあでも、はい、やっぱ会社なんだなっていうふうに思いますね。先ほど先輩たちも同じアスリート社員としての先輩たちもいらっしゃったと思いますけれども、先輩たちからは何か声をかけられたりしたんですか？はい、まあ、いろんなこと聞かれたり、はい、差し支えなければどんなこと聞かれたんですか？さっきご飯食べてたんですけど、嫌いな食べ物何みたいなとか、はい、そんな、まあ、ちょっとたわいもない話をしてましたね。ちなみに嫌いな食べ物なんですか？いいんですか、ここで答えて。おしることぜんざいです。一言はあんこですか？あんこは食べれるんですよ。温めるとダメなんですよはい、なるほど、はい、ちなみに好きな食べ物なんですか？プリンですなんかこだわりあるんですか、プリンの？プリンなら何でも好きですよ。あ、何でも、はい、あ、なるほど、はい、あ、よかったですなんかその競技に関してのなんか質問とか、 なんかそういうものは先輩たちからはなんかアドバイスじゃないですけど、こんな声かけしてもらったことってはどうですか？なんかその上半身を鍛えてることに関してちょっと質問してもらって、なんでそんな鍛えてるのみたいな聞かれて、まあ、はい、それでいろいろお話ししたりとかしました。多分ちょっと学生の時とは違って、まあ、社会人っていうことになった、社会人になったことによって、まあ、先輩たちとのその切磋琢磨じゃないですけど、同じ、まあ、会社として同じ会社の、まあ、先輩と共に、まあ、切磋琢磨して戦う舞台っていうものが増えてくる部分もあると思うんですけど、まあ、競技が違いとすごい刺激になる部分もあると思うんですけれども、その辺どういうふうに受け止めてますか？そうですね、もう特にこのチームは、あと北口さんをはじめ本当にそうそうたるそのアスリートの皆さんがいらっしゃるので、本当にその試合の結果だったりだとか、まあ、一緒にお話しするだけでもすごい刺激になりますし、まあ、本当により自分も頑張りたいなというふうに思える環境じゃないかなと思ってますね。改めてなんですけれども、今のご自身のコンディションというか状態っていうのはどうですか？まあぼちぼち、まあ良くもなく悪くもなくなんですけど、まあもう試合も近いので、もう徐々に試合にその向かっていってるところなので、まあその体自体ももうちょっとずつ試合前のなんか雰囲気になってきたというか、はい、そんな感じがしますね。ごめんなさい、近いっていうのは今月末でした？はい、今月末の小田記念ですね、うん。まあ、そこに向けて今どういうものを、まあ、改めて強化じゃないですけど、どういうところを気をつけながらそこの試合の初戦に向かっていきたいなっていうふうに思ってらっしゃるんですか？まあ、まずは怪我なく終えることだと思いますね。
昨年、まあ、同じ試合で思いっきり肉離れしてるんで、まあ、まずは無事にレースを走り切るということと、やっぱり社会人初戦になるので、まあ、優勝していいスタートを切れたらいいなというふうに思ってますね。あの今年はパリオリンピックもありますけれども、まあ、現在標準は切ってらっしゃる、切ってますよね。切ってますね、はい。でまあ、日本選手権で優勝すれば内定という部分があると思うんですけれども、改めてそのパリの舞台っていうことに関してはどういうふうに今思ってらっしゃいますか？もうそうですね、まあ、もうもちろん出たいとは思ってますし、まあ、それにそのパリオリンピックに向けてその今回の冬季練習しっかり積んできたわけですし、まあ、まずはしっかり内定を日本選手権で決めるというのは第一だと思いますし、そこで気持ちを切らさずに、まあ、本番に向かっていくことが必要だと思うので、まあ、まずはしっかりその日本選手権までの試合をしっかり消化して課題も克服してで日本選手権に向かうで優勝するということがまず第一なのかなというふうには考えてます。あの日本のハードル界ってすごいレベルが高い部分があると思うんですけれども、はい、その辺はどうですか？本当高いっすよねもう本当にどの試合も、まあ、もちろん1試合1試合全力で自分は向かっているつもりなんですけど、もうどのメンバーが来ても油断できないというふうにもう思ってますし、まあ、それに加えても本当に戦いがいのあるメンバーというか選手の皆さんいっぱいいらっしゃるので、まあ、もちろん一緒に走るからには勝つつもりでやりたいと思ってますし、はい、まあ、その生き残れるように頑張りたいと思います。ではあの代表から最後に改めて社会人1年目2024年シーズンというものをどんな1年にしたいか教えていただけますか？はい、もうパリオリンピックが中心の年になると思うので、内定を決めることでパリオリンピックの舞台で決勝進出が目標なので、決勝進出するのを目標に、はい、1試合1試合丁寧に頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。テレビ代表は以上ですが、各局さん何かあれば。あ、すいません、はい、あの改めてなんですけど、この冬からそのこう課題に持って取り組んできたところをちょっといくつか教えていただけますか？はい、そうですね、まあ、ハードルに関してはとスタートの部分でちょっと二の足を踏んじゃうというか、ちょっとなんていうんですかね、あまり勢いよく出られないようなその部分が昨年、まあ、一昨年と結構多かったので、まあ、スタートにおける、まあそうですね、パワーの強化であったり、あとはそうです、ね、単純に、まあ、いっぱい走り込む練習してきたので走力の強化も、はい、行ってきました。あの冬からあのライバル視される泉谷選手と一緒にトレーニングする機会も多かったと思うんですけど、そんな中でこう気持ちの面の変化とか近くで何か感じたこととか。まあ、そうですね、まあ、昨日じゃないかと、まあ、ついこの間まで、実はあの泉さんと一緒に鹿児島の方で合宿をしていて、まあ、その一緒にハードル、走ったりだとか、まあ、一緒にトレーニングしてきました。で、まあ、そうですね、別にその泉谷さんに対するそのスタンスというか姿勢というか、別に今まで何も変わ今までとは全然変わってないですし、まあそうですね、もう国内外問わずこれから一緒にそうですね戦う相手だとはまあもちろん思っているので、はい、どうですかねなんつったらいいですかね先輩ではあるものの、はい、戦わなきゃいけないって微妙な間柄だと思います。まあそうですね、まあでも、はい、難しいっすね、なんか表現が、まあ、もちろん勝つつもりで、はい、試合には臨みたいと思ってますね。今までやっぱ順天堂大学の青いユニフォームのイメージがやっぱり強かったので、今日初めてあのそういうJALさんの T シャツを着ているのを見て、ちょっととても新鮮だなと思ったんですけれども、そのなんかやっぱユニフォームが変わったことに対するこう気持ちとか、その気持ちを引き締めていこうとか、なんかそういう変化はあったりしましたか？まあそうですね、もう真っ青から
赤と黒になったんで、どうですか、似合ってますかね似合ってますかはい、とまあね、新規って、まあ、社会人1年目からね、とこうこのね、なってたらいいですかねまあ、この JAL の、ね、名前背負って競技できるので、まあはい、頑張りたいと思いますはい、ありがとうございます。テレガスの加藤と申します。突破を走る中で自分の持ち味だったり武器ってのはありますか？はい、持ち味はまあ程よい先行力と、まあ、中盤からの加速だと思っていて、でまあスタートして、まあ、先頭に立たずに、まあ、2番手3番手ぐらいで、まあ、ちょっと控えて、まあ、で中盤からもう一気に加速していって、まあ、最後トップでフィニッシュできるっていうようなレーススタイルで自分はやってるつもりなんですけど、まあ、はい、そこをはまあ持ち味というか、まあそうですね、自分が一番リースしやすいスタイルだとは思って、はい、やってます。